百州武道具店の動画。こんにちは、百州ブログ店のおかげです。刺しますかー、おー。今日は手のひらにできた豆の話をします。まあ豆って痛いんだけど、その豆が手のひらのどこにできるかによって竹刀が正しく握れてるか、それがわかるんです。うわー。そしてまずは正しい竹刀の握り方のおさらいなんだけど、こういう風にドラえもんの手10本の指で竹刀を握ってしまうとダメなんだよね。正しい竹刀の握り方っていうのは、右手は軽くしておいて左手でまずは操作するんだよね。左手中心で、左手のどの指かというと、特に小指、薬指、中指、このあたり、この3本2本、この小指、薬指、このあたり2本3本でしっかり持ちます。ここが緩んじゃ絶対ダメと。そして今度右手はというと、左手に比べて軽く握るんだけど、こういう風に親指側、人差し指側、両方つばにくっつくとダメなんだよね。人差し指側はつばにくっつくんだけど、親指側はここに隙間、指2本の隙間を開けましょうと。これで正しく握れました。まずは右手に豆ができるか、左手に豆ができるかっていう話があります。右手にばっかり豆ができてる人、それはもしかしたらこういう風に右手で竹刀を操作してる可能性が非常に高いです。剣道っていうのは基本的に左手に多く豆ができます。もちろんその理由は、竹刀をまっすぐ振ろうと思ったら全て左手中心に行うからですよね。じゃあ左手のどこに豆ができたらいいかというと、これね、これね、左手、左手、ね、左手です。左手です。はい、これ爪。はい、これ肉球だよね。こんな感じかな。はい、左手の小指、薬指。この辺にできると一番、てかこう、わかんないな。これじゃわかんない。やっぱり人間の手でいこう。人間の手で言うと、これがまあ左手であると。で、まあこうなってるのかな。まず、左手でできてほしい豆の場所っていうのは、小指の付け根と薬指の付け根。このあたりなんです。まあ、もしかしたら中指もちょっとあるかもしれない。ここが一番、大きい豆ができます。だんだんこういう感じ、この辺に豆ができてるっていうことは、正しく竹刀が握れてるってことです。でもう一つ豆ができる場所っていうのがここなんですよね。この真ん中あたり、この辺は柄が、竹刀の柄が手のひらに当たる部分で、ここにも豆ができやすいです。そして反対に豆ができてほしくないっていうのは、この辺ですね。この辺、人差し指の付け根、中指の付け根、この辺メインで穴が開いてしまう、もしくはこの人差し指のこの辺、こっちの側面、この辺に豆ができてしまう人っていうのは要注意です。竹刀がうまく使えてない可能性があります。あとは竹刀を握り込む力の具合ですね。右手は生卵を持つぐらい、左手は傘を持つぐらいって言われてます。生卵と傘、生卵と傘持って手に豆できないでしょ。それぐらいで軽く楽に持ってあげてください。じゃあ実際手に豆ができてしまったらどうしよう。痛いよね。最初特にびっくりするよね、小学生だったら。でも剣道の世界では豆は当たり前だから、それぐらいじゃ稽古なかなかね、休ませてもらえないと思うんだよね。へえ、そうなんだ、剣道って豆ができても休めないんだ。そうなんだよね。実際はもう絆創膏貼るとか、絆創膏貼っても剥がれちゃうから、テーピングするとかして痛くないようにできるだけして稽古します。でもどうせ豆ができる、痛い思いをするんだったら、正しいところに豆ができる方がまだいいよね。今日はそんなお話でした。コテの穴も同じよ。コテの穴も上手な人ってこっち側に開くからね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで、見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。